ても元気よく来てくれました、ね、2歳の誕生日を迎えるということで本当におめでとうちゃちゃん、このふるさと祭りで2歳の誕生日を迎える池田山の妖精のちゃちゃ丸ですが、今ハマっていることがあるそうです。え、なんやろう、ハマっていることを教えて教えてえ、おお、本当に、なんとちゃちゃ丸今イリュージョンにハマっているそうです。皆さん分かりますか、イリュージョン、ね、もうマジックのすごいでかいやつって思ってもらえたらいいんですけど、イリュージョンにハマっているそうです。それではお茶のゆるキャラならではのイリュージョン披露していただきたいと思います。じゃあこちらに今スタッフさんが持っていますのは、皆さん見えますか、池田の特産品リノイビ茶でございます。はい、このリノイビ茶、ちゃちゃ丸が魔法をかけると変わるそうです。見えますか、このちゃちゃ丸、イリュージョンお願いします。お、一回転したな、じゃん、おっと、何が、あ、見ようか見ようか、ちょっと見せてもらってもいいかな。はい、なんとちゃちゃ丸がリノイビ茶、あのね、パックの方を一回転するとペットボトルに変わって完成いたしました。さすがちゃちゃ丸、すごいと思った方拍手をお願いいたします。お姉さんありがとうございました。ぜひね、リノビーちゃん、私も先ほど飲んだんですけどすごく美味しいので、皆さんもたくさん飲んでお楽しみくださいませ。はい、では続きましてですね、なんと、はい、呼びたいと思うんですけれども、はい、続いてですね、あの一番のお友ちゃちゃを呼びたい